馬部さん、はい、スポーツ選手の人気のウブロですけども、はい、最近は女性にも人気が出てるみたいですね。そうですね、女性用の時計というのも結構展開されてますよね。だったら男女ペアでウブロってどうですかね。男女ペアでウブロっていうのもおしゃれですね。はい、じゃあちょっとそれ探してみます。探してみましょう。時計好きの新井貴浩が時計愛を語り尽くす、新井貴浩のウォッチログ。ウブロでペアウォッチ。まず店長が男性用に選んだのがビッグバンウニコキングゴールドダイヤモンド。ケースには18金キングゴールドを使い、ベゼルにはダイヤを敷き詰めた豪華な仕様。このモデルに合う女性用のペア、はあ、ちょっと見繕ってくれません？わかりました、お願いします。はい、たくさん種類ありますね。ウブロって結構幅広いんですよね、女性用も。そうですね、はい、この中で選ぶとしたらこちらですかね、はい、この上の段の、はい、新井さんが選んだのはビッグバンオールホワイトダイヤモンドマザーオブパール。こちらもベゼルにダイヤが敷き詰められた豪華な一本。すごいですね、キラキラしますね。これはもう西川龍馬選手大好きでしょ彼はですね本当にキラキラしたもの大好きですからねでもご結婚されたということで、彼こちらね購入して奥様にね、はいはい、今年もありがとうございましたということで、ですよね、こちらは購入して、はい、まあ、ペアで私にプレゼントしてもらって、私と西川龍馬選手の奥さんがペアで大丈夫ですかそれ、ちょっと大丈夫です次回は思い出に残る一本を紹介。新井貴浩のウォッチログ。ここからは放送に入らなかったこぼれ話をお届け。ウブロのペアウォッチ、話には続きがありました。新井さん、これペアでいくらするんですか。こちらですか。あのこちらは結構いきますね。ですね、おそらくこちらはあの、まあ、100、まあ、200はしないと思うんですよね、うん、この女性の方は、まあ、100ちょっとだと思うんですよね。でもこちらがサイズ自体が大きいですし、うん、周りにダイヤがありますし、まあ、金無垢も使ってるということで、うん、間違いなく500は絶対に超えるんですよ。でおそらくですけど何を見られてますか。いやいやいや、おそらくですけどこちらは600か680ぐらいですかね。あ、なんで2つで800、700から800の間です。どうですか。いつも違いが分かるとおっしゃる新井さん、この読みは当たっているんでしょうか。いや正解なんですよね、これは。でしょですね、これテレビをご覧の皆さんは知ってるだぞ、新井知ってるだぞ、あ知ってるだぞ新井あいつ知ってるぞと、やらせたぞって思ってる方本当にいると思うんですよ、うん、店長違いますよね。これ結構、ね、マジのガチで言われたんですよ、はい、本当にやらせた、これだけはやらせありませんこれだけはじゃないし、これもうやらせこれもって言ったら嘘になるんでさてウブロのペアウォッチ合計金額はいくらでしょうか。新井さん予想金額を発表。そしたら752万1500円でどうですか。あ違うんですけど、はい、あの正解は777万7000円なんです。言おうと思ってたのよ案外ちょっと分かりやすいポイントあったんですよね